1月19日の木曜日です。昨日は大変申し訳ありませんでした。YouTube 動画の効果音がでかすぎてご視聴者様に大変不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ありませんでした。音声がなぜかすごく小さくなってたのでボリュームをマックスにしてトラックに入れたら効果音は普通の大きさだったみたいで鼓膜が破れんばかりの爆音になってしまいました。ソフトが原因と思っていたのですけれども、オーディオインターフェースを運んだ時にボタンが押されていたのが原因でした。今後音声の事前調整をしっかり行うことを誓います。また同じ失敗をしたら、ああ、この人バカなんだなということで見限ってもらっても結構です。誠に申し訳ありませんでした。はい。そしてね、次なんですけれども、はい、こちらですね。はい、スプレッドシートなんですけども、昨日紹介したように、一覧表の販売をですね、開始しました。ご購入いただいた皆様、誠にありがとうございました。苦情や値段が高いというコメントは今のところゼロで少し安心しました。もしも操作がわからなかったり、何か問題があった場合は、コメント欄に記載してもらえれば、毎日の動画の最後で回答するつもりです。わからないこともあると思いますけれども、できるだけアフターフォローも頑張ります。また、パワーアップさせるようなアイディアを教えていただければ共有したいと思います。おまけでですね、今日はノートの、購入ページにトレーディングビューのリスト、465銘柄分もですね、加えてみました。簡単にですね、インポート、できますよと。こちらのね、ウォッチリストって押して、ここにリストをインポートってするとね、入ります。結構簡単ですね。はい。でね、決算のね、更新はですね、週末しかちょっと無理みたいですね。すみません。情報源の URL リストはね、来週でき次第また追加します。それではですね、本編に行きます。今日も盛りだくさんです。出勤までに伝えきれるかな？チャッカジャン。じゃあですね、今日の本編見ていきますけども、ヒートマップは真っ赤ですね。若干大型株が少し耐えてるかなっていう感じですね。今日は赤いです。そして全セクターが、マイナスとなっています。はい。そしてですね、今日の恐怖と欲の指数はですね、前日の66から急低下と、なりました。FOMC までの、ショックなイベントをね、昨日もお伝えしてましたけども、早速引っかかりましたね。経済指標は注目していた小売を含めて今日は大減速と、なってしまいました。はい。ですね、こちらで見るとコアの小売売上高もね、前回マイナス 0.6 からマイナス 0.1、マイナス 1.1 とかになってますしね。まあ、あと、鉱工業とかね、生産者物価指数も、悪くなってますね。かなりの減速です。はい。そしてですね、利下げが近づくので株価は上がるのかなと思いましたけども、リセッション懸念が勝ったからか、金利は22時30分から、下落なので、まあ、そうなんでしょうね。バッドニュースイズバッドニュースというような、状況です。いやー、これね、他にね、理由があるんじゃないかってね、パウエルさんがね、なんかコロナ陽性に、なったみたいなんですよね。経済指標発表が22時30分で、これ0時ぐらいまではね、株価が、上がってたんですよね。報道後くらいからね、株価下がってきたんじゃないでしょうかね。はい、こちら株価ですけどね。まあ、パウエルさんの症状は軽いみたいで、良かったです。FOMC までにはね、回復すると思いますけれども、世界経済の要ですから、ちょっと心配ですね。大統領の時よりも、影響があるのかもしれません。そして、ですね、その他にも経済鈍化的なニュースとしてですね、住宅建設業者の KB ホームズは昨年の第4四半期は住宅購入の契約をした人の7割が契約破棄したと、発表しています。これを聞くとですね、景気減速感半端ないなって思いますよね。はい、それではですね、小売売上高などを、見ていきますね。はい、はい、小売ですけれども、まあこちらですね、市場予想以上に落ち込みと1年ぶりの大減速、前月比でマイナス 1.1% 減、予想はマイナス 0.9 でした。次はね、一体このグラフどこまで下がるのかなと思いますよね。そしてこのデータはですね、インフレ分が乗っかって
ってるのにこの低さなんですよね。CPI6.5% が入ってるのに、これだけね小売が減少したということなんですよね。サービス分野である飲食店は 0.9% 減なので賃金インフレ低下するかもしれないですね。13カテゴリー中で、10カテゴリーが、減速と、なりました。はい、じゃじゃん。じゃあ次なんですけども、次はですね、アメリカの生産者物価指数ですね。これ12月はパンデミック始まって以来の大幅低下となりました。PPI は前月比 0.5% 低下、これもね20年4月以来の大幅マイナス。コア PPI は前月比 0.1% 上昇、前年同月比 5.5% 上昇とね、上昇なんですね。中国のゼロコロナ政策転換に伴う経済再開で商品価格がね、下支えされるリスクがあるということですね。はい、会社側は、値上げ、この値段ね、ちょっと先に影響してくるのかなというところですね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次なんですけども、次はですね、この方の発言、ちょっと見てみましょうか。誰よりも早くコロナの緩和後にインフレ来るよって言ってたと思うんですけどね、辛口な元財務長官、サマーズさん。この方がね、リセッションには楽観的なんですよね。嘘って感じですけどね、コロナ緩和後に、インフレ予想してましたが、3ヶ月前に予想していたよりも良好。インフレの一部減速が見られる一方で景気の強さが続いている。まだ慎重だが米国はリセッションを回避できるとの期待をやや、強めているそうですね。そしてね、今週はね、ブラックアウト期間前なんでメンバーの発言もありますが、議決権を持たないブラード総裁は次回50ベーシスポイント利上げ指示でね、相変わらず高ですね。年末までに 5.25 から 5.5% とか言ってます。メスター総裁の方は、5% は必要、まだ利上げは必要ということですね。そして、地区連銀経済報告、ベージュブックもありました。全体的な活動は前回からのね、あんまり変わらないという見解ですけども、物価の伸びは、今後1年、一段と鈍化するとの、見通しということですね。これ来たぞデフレっていうような、状況ですね。はい、じゃっかじゃん。じゃあですね、日銀の政策などに行く前に、こちら行きましょうかね。スマホの次は スマートメガネがね、インフラになりそうですけどねという話ですが、ですね、アップルは現実と画像を重ねる複合現実 MR のヘッドセットを年内に発表する予定は変わらないんですが、重要な拡張現実 AR 軽量メガネについては技術的な理由で延期ということです。どうしてもねやっぱりね重たいみたいですね。23年が25年になって、そして無期限延期となりました。まずは24年か25年はじめに MR ヘッドセットの、廉価版投入が、優先ということですね。そしてでですね、こちらが、メタのクエストプロの、画像ですけどね、先行しているメタが今優位で、価格が1500ドルぐらいですね。今年予定のアップルの MR は、3000ドル、約39万円ということでめちゃめちゃ高いですよね。倍ぐらいします。見る場所を判断する10以上のセンサーや専用チップ Macグレードのプロセッサー M2 を使うことが、高いコストの要因だそうです。メタバースはですねまだ流行らないかもしれないですね。そしてねこの記事を見た後にねたまたまちょっと見た YouTube があるんですけども、なんかミスター VR さんっていう方がねやってたんですけども、ですね最近リリースされたタッチリーっていう、VR 動画プレイヤーならですね、4K 以下の動画を、3D に変換してね触ることができるみたいなんですよね。これすごいですね。近寄ってですねいろんな角度から見たり、コントローラーこう手に持ってるやつ振動を感じてねまあまあリアルに触った感が出るみたいです。変換は1
分の動画で30分もかかるみたい。裏側のね映像があれば今後は360度からいけるんじゃないかっていうすごい世の中ですね。これであのエロ界隈がねかなりの、大盛り上がりとなってるみたいですね。TSMC が3ナノチップね量産したらパソコンの画面がねメガネに変わってアップルウォッチだけあれば何でもできる世界になりそうですね。キーボードやマウスとかもいらなくなるんじゃ、ないでしょうかね。はい、じゃっかじゃーん。じゃあ次は、こちらいきますね。日本銀行の政策金利発表が昨日ありました。黒田総裁は現行のイールドカーブコントロールは存続可能として長期金利変動幅拡大を否定しました。10年金利の誘導上限は 0.5% で据え置きです。緩和継続と、なりました。はい、そして、国債の半分550兆円もですね今、日銀がね、持っていて最近は発行のね、9割くらい、買ってると言われています。今回拡充した、共同担保資金供給オペも活用するのでいけるそうですね。これはですね、国債などの担保を差し入れた金融機関に資金を低金利で貸し付けるので、この借りた金融機関は利回りの高い国債を買ったら儲かるので、日銀があんまり国債を買わなくても金利低下を促せる可能性があるということです。まあいろいろ考えますね。人類は進化するため変動相場制になったはずですが、すごいですね。しかしこれ日本の信頼は世界に対してね大丈夫なんでしょうかね。次の3月10日の会合は黒田総裁の最後のイベントになりますが、長い道のりになりそうですね。日本のインフレに対して金利が低すぎると今市場はね、見ていますよということで、こちらがね、日本国債の、まあ、イールドカーブなんですけどね、これ10年金利を日銀が買ってるんでね、ここだけがね、ボコッとへこんでるんですね。この下がね1年前ですけど、ここだけねちょっと歪みが、すごいんですよね。はい、そしてですね、昨日の発表後の、ドル円の動きなんですけども、発表後はねいつものようにバーンと上がってで、これ3円上がったんですよね。そして 3.5 円、夜までにはね下がってきちゃったということで行ってこい、になりましたね。これ発表は11時40分ということで迷いありませんということを強調ですね。はい、そしてですね、次回はまあ下がった理由としてね、あの次回は修正が入るとやっぱり思われてるんでしょうね。これまさかあの総裁が疑われているんじゃないでしょうかね。はい、そしてですね、これだ、ドルはですね、利上げ鈍化傾向などで、円安はもう140円まではね、いかないんじゃないかなというところですね。日本もアメリカのようにインフレ悪化するんでしょうか。日銀の、23年のインフレ予想は、1.6% ですね。22年は、まあ、3% 予想と、22年度は 3% 予想となっています。総裁は物価見通しについて、需給ギャップが間もなくプラスに転じることや、賃金上昇の加速が見込まれることから、基調的な物価は徐々に高まっていくと語りました。2% 物価安定目標には時間が必要だとして、目標の持続的安定的達成は見通せないとの認識です。人気ないはちょっと無理だったですね。利上げなら日本株は EPS の成長よりも金融緩和で上がっていたので、ちょっと暴落が心配ですね。政府は2月10日に日銀総裁人事を、案をですね国会に提出する方向です。はい、じゃあ次はこれだこれだということで、ここまで見て、いいねまだされていない方いらっしゃいましたら、ぜひとも、いいね、チャンネル登録、あとスーパーサンクスもですね、気が向いたらぜひともよろしくお願いします。はい、じゃっかじゃーん。じゃあですね、今日の金利ビックス指数をね、見ていきますね。毎朝出勤までにね、この大容量をまとめ上げるの本当大変なんですよね。ですね、まず、ドル指数は動きないということに、なりましたね。ちょっとなんか、あ、これ5分足になってますね。はい、1日日足にします。はい、まあ、ドル指数下落傾向ずっと続いてますね。そして、ハイイールド債はね、ちょっとね、買われてるんですよね。これだけ、株とかが下がってるんですが、先行性のあるところは少し微妙に上がってるというようなところですね。そしてですね、金利はですね、全部、低下してますね。2年債、5年債、
まあ、10年債、5% ぐらい、まあ、10年債で前日比で下がって今 3.3 と結構大きい陰線ねつけました。やっぱり経済指標が影響してるんでしょう。まあ、3ヶ月債はですね、まあ、ちょっとあんまり関係ないですけどね、はい、まあ、今利上げなんで上がってますね、はい、ドル円は 128.8 ということで大きな上髭すごいの出てますね。恐怖指数は 20.33 ということで、5% 前日で上がりました。でもまだ恐怖少ないんでね、まあ、あの下落余地あるんですよね。そして、指数はね今日全滅です。はい、そしてまあ、これ1月入って一番大きいでしょうね。そしてダウの下落が、なんか最近は他よりもひどいですね、1.8% マイナスです。ナスダック100は、1.2% のマイナスということで、まあ、指数の中では下げてない方ですね。ラッセル2000がマイナス 1.59、SP500 がマイナス 1.56% となりました。はい、じゃあ次に、いきますね。次は、こちらです。はい、ユナイテッド航空のね、決算が、ありましたよ。ですね、これ高決算だったんですよね。時間外で 4.36% も上がったんですが、ちょっとね墜落してしまったんですよね。今日の、下落にやっぱり巻き込まれてしまったということで、4.57%、結構下がりましたね。8% ぐらい行ってこいしてますね。これクリアしててね、ガイダンスも、強い。まあこれ変わりすぎのチャートではありますね。こうして見ると EPS 売上、クリア。19年比でもね、13.9% ぐらい売上はビートしてるということで、ガイダンスがね、予想 0.22 に対して 0.5 から1とか、通年も、6.42 予想に対して10から12ドルで結構なんかすごいですよね。売上別の路線別売上も、好調ですけど、太平洋はこれ中国の影響ですかね。ここだけマイナス 24.3% と、なっています。まあ、航空株ね、この決算見る限りはね良さそうですけどね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次に行きますね。はい、次はこちらですね。連日いろんなニュース提供のテスラとかイーロン・マスクさんですけども、イーロン・マスクさんの、ツイッター買収用130億ドルの借金は早ければ、1月にもね最初の利払いが あるということですね。1年間通しての利払いは15億ドルもあるということなんですよ。買収後に企業広告取りやめが、ね、相次いで、昨年からツイッター売上は 40% も減少です。またですね、これテスラ株売られる懸念がありますよね。ツイッター倒産の可能性もあります。試しにですね、1月11日からサービス開始したツイッターブルーをね、申請してみました。2日間経つけどね、まだブルーバジつかないですね。今日ぐらいつくんでしょうかね。社員の方いらっしゃいますよね。来年は YouTube の所得からこの、サブスク費用ね、税金控除申請とかできるかね、やってみようと思います。はい、じゃあですね、スプレッドシートでマーケット全体を見ていきますね。今日はね、ご質問コメントなどなかったので、まあ特に大丈夫でしょうかね。これね、ちょっと上の方に行くと、ここに非表示されてるのとかね、いろいろあるんで、こういうマークのところを押すとね、また現れてきますんで、よろしくお願いします。はい、はい、今日ドルはまあそんなに動きないですけど、ブラジルのレアルがやたらドルに対して 1.7% ぐらい強かったみたいですね。はい、でビットコインとイーサリアムは今日は下がりましたね。ビットコインマイナス 1.8、 イーサリアムマイナス 2.4% なんですが、まあ、ビットコインは中央集権的ではない仕組みで、信頼を世界中から一応得てるので、 FRB や政府を信頼しない人向きですね。支払いには不便ですけれども、そして暗号資産ジェネシスが破産申請の準備ということで、早ければ今週みたい。FTX よりも小さいし、前から言ってたからね、まあ大丈夫じゃないかなとはね思うんですけどね。はい、そして、指数は今日は、まあ、全滅でしたね。はい、コロナ前からするとね、まだ上がってるんですが、だんだんこの、差が縮小してるような気もしますけどね。そして、今週はね、SP500 とダウは、マイナスに転落してしまいました。はい、日本はね、上昇続いてますね。なんか、はい、1週間でも
プラス側になっています。今日 VTI、全米マイナス 1.6、VT 全世界マイナス 1.1、ヨーロッパマイナス 0.3 となっています。新興国はマイナス 0.6、フロンティアマーケットマイナス 0.1 と、今日もフロンティアマーケットまあまあ粘ってるみたいですね。1週間で 1.1% のプラスとなっています。国別 ETF は軒並みマイナスですが、中国の新鮮指数がプラス 0.2、あとトルコがプラス 0.6% と、なっていますね。日本同様に緩和中のトルコの財務省は、インフレ率は23年半ばまでに前年比 40% に低下見込みとのことです。今は 64% もあるからね、結構下がる見込みですね。そして、2023年の GDP 成長率は 5% も、ね、あるということで、まあまあ高いですよね。はい、トルコね、めちゃめちゃこの1年は上がりましたね。はい、そして、次は、CM は今日マイナス 4.8%、アーク系マイナス 2.9%、そして全セクターが、これマイナスと、なってしまいましたね。一番下がってるのは生活必需品、ディフェンシブなところですね。交易、エネルギーと下から、言ってますね。あと金融もマイナス 1.9%、強かったたのはまあ半導体がマイナス 0.5% で、あとは全部 1% 以上下げました。はい、あとは、昨日ね 20% ぐらい上がったミーム株 AMC は 6.9% マイナス。今日ガファムティも、全滅ですね。テスラは今1ヶ月で 7% 下がっていますが、コロナ前からするとね 111% も上がってます。アマゾンはもうコロナ前を下回ってマイナス 12% 突っ込んでますね。はい、ソニーとかね、大型のハイテクは、全滅。コインベース、さすがに今日リバウンドというかマイナス 7.3% ですね。1ヶ月で 44% プラスになってます。はい、そしてほらなんかちょっとこうバグってますね。はい、グロース株も今日全滅。ユニティとデジタルタイピングが 5% 以上下げました。サイバーセキュリティも全滅。半導体も、まあ、ほぼほぼ全滅ですね。TSMC プラス 0.5 強いですね。クアロコムもプラス 1.5% です。はい、そしてライドシェアは、まあ、グラブがマイナス 6.6% となっています。ストリーミングは、ネットフリックスがプラマイゼロ、明日決算ですかね。はい、そして、大型中型コミュニティは、メタマイナス 1.7%、 コロナ前からもうマイナス 39% ということで、このセクターはねひどいですね。もうむちゃくちゃになってますね。そしてペリオンなんかはね意外とこれ、コロナ前より 227% プラスでね PSR2 倍とねめちゃめちゃ低いですよね。まあ昔からですけど、ヘルスケアセクターは、マイナスとなってます。バイオンテックとモデルナ、モデルナはねあの臨床試験があのコロナ以外のワクチンでなかなかいい結果出たということでね、プラス 3.3%、 1週間で 5.6% 上昇。コロナ前からは 941% も上昇してます。やっぱワクチンでね大活躍でした。はい、そして、他、まあ、バイオテクノロジーマイナス、資本材は輸送製造全部マイナス、航空系はデルタ航空だけがプラスの、0.3% と、なっていますね。はい、ユナイテッドエアラインは決算でマイナス 4.6 でした。このセクターとクルーズのセクターはねコロナ前にまだ全然回復してないんで上値余地あるかもしれません。カーニバルはコロナ前からマイナス 76% です。ホテルレストラン旅行、全滅ですね。はい、そして店舗系もうほぼほぼ全滅、ギャップだけプラス 1.3% でプラスです。電気自動車ルシードモータースだけがプラス 1.4%、あとはマイナスですね。はい、3% ぐらいマイナスですね。自動車もマイナス、トヨタはプラス 0.5% ですね。アリババ1.7% のマイナス。金融セクター今日下げてましたね。メガバンク、投資銀行、地銀全滅と、なっているようですね。はい、そして、決済バイナウペイレーター関係も全滅ですね。アファームが今1週間でプラス 14.7% 上昇。まあこういうミーム株的な数じゃないですけどね、上がってたらまあちょっと FRB にはいい印象を持たれなかったですけど、今日は経済鈍化しましたからね、まあちょっと下がってますね。はい、バクトも反落マイナス 9.1% ですね。はい、そして資本、素材はまあプラスの企業も、バーレとかテックリソーシズは微妙にプラスですが、まあ、概ねマイナスです。はい、エネルギーも、マイナスですね。LNG、シニエルエナジー、液化天然ガスの銘柄、それとあとタンカーのユーロナブが、プラスです。あとはマイナスですね。アンテロマイナス 4.6、石炭のピボティマイナス 4.8 となりました。はい、じゃあですね、今日は
はい、以上になります。じゃあですね、行ってきます。皆様もね、今日良い一日に、なりますように。はい、じゃあどうもありがとうございました。また明日よろしくお願いします。